1973年の台風のデータ。この年の台風1号の発生は7月1日と非常に遅く、1951年の東欧警戒以降では、1998年、2016年に、ついで3番目に遅い記録となった。この年は太平洋高気圧の軸が異常に南化し、台風の発生域が高気圧に覆われたために、最初の台風の発生が遅れた。 最初の台風発生が遅かったこともあり、台風の総数も平年よりかなり少ない21個に終わった。この年は日本に接近した台風もわずか4個と非常に少なく、統計史上最も少ない接近数となった。本土に上陸した台風も7月の台風6号のみで、この台風は複雑な動きをしたほか、唯一3度の台風期間を持つ復活台風となった。 10月の台風15号は中心気圧875ヘクトパスカルという記録的な勢力にまで発達した。197,301.01W アトリント計史上3番目に遅く発生した台風1号である。また、この台風が発生するまでの台風空白期間も198日と過去3番目の長さとなった。 19万 7302.02W19 万 7303.03W ビニン19万 7304.05W19 万 7305.04W19 万 7306.06W19 万 7307.07W クリン19万7308.08 1> w 1 9 7 3 0 9 1 0 w 1 9 7 3 1 0 0 9トダリン 197311.12W エラン 197312.13W ゴーリン 197313.15W フリン 197314.16W イビアン197315.17 W ルミン中心気圧875ヘクトパスカルを記録。当時としては1958年のカリノ川台風を抜いて最低気圧の世界記録となった。1979年に台風20号が870ヘクトパスカルを記録するとこの記録は更新されたが、現在も1975年の台風20号と並んで、 歴代2位の最低気圧記録となっている。197316.18W197317.19W マイリン 197318.20W ナーシン 197319.21W197320.22W197321.23W オーペン ありがとうございます。